どうもピッチピッチなテクタンです。ドラゴンクエスト11実況プレイパート23始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで音質が戻りました。すみません、8パートに続くね、長らく続くクソ音質、本当にすみませんでした。ちょっと設定をね、ちゃんと元に戻したんでバッチリです。はい、これまでのあらすじ。虹色の枝を求めてダーハルーネの町を訪れたブンタンたちは、シルビアの船があるドックに向かうが、海の男コンテストの影響で閉鎖されてしまっていた。ブンタンとカミはドックを開けてもらおうと、町長のラハディを訪ねるか、なぜか追い返されたり、バンバンバウ。町長に追い返されてしまったブンタンとカミは、町の少年に杖を奪われたというベロニカのところへ向かう。声が出ない呪いを受けた町長の息子ヤヒムのために、一行は杖を奪った少年ラッドの頼みを受け、呪いを解くのに必要なさえずりの3つを探すのであった。はい、というところでございます。はい、じゃあ旅に出ましょう。これ話してたら、呪いのをかけたやつをギタギタのメタメタにベロニカちゃんがしてくれるわけなんですが、神どこにおる？神おらへんよ。セーニャちゃんがどうやら作れるらしいです。なのでもう心配せずに行きましょう。僕は神をメンバーに入れてないからね、今回。前回入れてなかったけど、前回バトルなかったんで、まあ、このまま行くことにしましょう。ということで、ダーハルーネの町を出て西にあるということで左に行きましょう。洞窟でこっちの下の方かな。洞窟このまんま下行ったらあかんね。普通にどんどん西に行かなあかんね。オッケーオッケー。ここ読んだらわかる？ダーハラ湿原。あ、そうね。湿原の方行けなさいって言ってたもんね。お、ベロニカのレベルが上がりました。ステータスはまあまあまあ、力は2しか上がってない。MP も上がって、スキルポイントは今はいいです。ここ関所って、取れたっけ？取れます？実はな、私たち兄弟には、ああ、ここアポロの、おるところか。あれ？ん？あれ？ん？私どこから来た？ダーハルーネの町を出て、あ！失礼いたしました。そうだ、この前あれやん、私あれやん。あの、競馬しとったんや、競馬。こっから行かなあかんやん。失礼しました。こっから西ね。昨日さ、撮ったばっかりやのに、昨日パート22やったばっかりやのに、やばいやばい記憶が。このままどう行ったらいいんかな。もう行けるとこ行くしかないか。この下は特になし。ここはあれか、あのなんか蜂みたいなの乗っていかなあかんけど、まあ、ここが行けるからこれ行こうか。宝、あー、外に普通に置いてある。レシピブック、銀で作るレイピア。ということは、じゃあ、作れるわけやな。ちょっと見てみよう。作れるんかな？銀のレイピア。カミューが8上がるけど、銀の鉱石を持っていないので、無理。これは、お花？コットン草と常薬草、亜薬草があるんはいいね。こんなもんか。盗賊の花とか使ってもらう？しない。オッケー、もう出てこ。バイバーイ。便利。あ、魔導ハント。スライムつむりも初めてじゃないかな。スライムつむり強いかな。シルビアの呪文でなんか使えそうなやつは。まあ普通に攻撃でいっか。ベロニカが、敵1グループ、敵全体っていうのがないね。攻撃する？攻撃そんな効かなさそうな気するけどな。
まあとりあえずちょっと様子見るか。トロット子が強いな。あーそう、仲間呼ぶのね。この世界でも仲間呼ぶのね。どうしようね、スライムつむり。あ、ええやん、とりあえずここ連携使ってもらおう。ラムダの祈りで、ブンタン攻撃、シュルビア攻撃のセーニャちゃんのバギでマドハント2匹を倒してもらう感じでどう？ほら、どんどん中身を埋める。これが同じグループやろ。トラ男、じゃあ今度は。わあ、もう倒していく感じにしよう。ブンタン、トラ男、シルビア、トラ男、ベロニカちゃんでマドハントでいいんじゃない？ムチやから。うん、トラ男でいいかな。もうどんどんマドハント増えていく。これはレベルが上がるのでは？ F まで行ったで。早くちょっとトラ男倒してもてさ。トラ男をちょっと倒してもらって、もうみんなでマドハントを攻撃するしかない。もう増えへんよな。もう増えてるし。しつこいよ、しつこい男は嫌われるって昔から言うでしょ。そしてブンタンのヒッピーがやばいよ。ちょっとセーニャちゃんのホイミで回復するよ。オッケー。まあまあの経験値ということで、あ、いいやん、ちょうど回復、ヒッピーも結構上がる。ラリホー、いいね、眠らすやつ。で、ここ出ましてや。出て、この左上かな？あ、シルビアのレベルが上がりました。ヒットポイントの上がりがいいね。っていうかね、ブンタンが毒になったよね。ベロニカ、あー、セーニャちゃんか、キアリーして。せっかくやから、まあ、ホイミもしとくか。で、あれ、乗り物おらへんやん、さっき、青八騎兵倒したのに。この、何もないところで倒さなあかんのかな。下から行ってみるか。あー。ポイズントード。こいつらどこで見たっけな。2匹のやつから倒していこう。3?3 か4、4、4。か、みたいな、そんな感じじゃないかな。どう？全然無知聞かへん。守りの、いいな、それ。それいい、私も覚えたんやけど、守りの歌かなんか。全然聞かへんないけどさ。どうしよう、この一匹のやつにとりあえずルカにかけてみる？かけてみる？そっか、今守備力上げてるんか。早いとこカエルやっつけたいけどね、セーニャちゃんのいつの間にかヒッピーがやばいよ。セーニャちゃん毒か。どうしよっかな、ブンタンちょっとギラで やってもらって、ベロニカちゃんがまあポイズンドとルカニで、で、ホイミーで。うん、ルカニしといて、守りの歌ね。オッケー。どうしよっかな、とりあえずブンタン、じゃあ今度メラにして、とりあえずこの後ろのやつから倒していくか。ちょっとキアリしとこう。もう今のうちにキアリ。毒なのはセーニャちゃんだけ。オッケー。これでやっつけられへんね。なかなか強いね。ポイズントード強いよ。ベロニカちゃんがなぁ、メラするか。で、回復で。いいんじゃない？なかなか苦戦してるよ。オッケー。あとはこいつを叩くだけや。オッケーオッケー、叩くぞ。いけいけみんな。いいぞ。よし。よし、経験値くれるやろな。まあ、そんな大したことはないけど、とりあえずセーニャちゃんのレベルが上がる。うん。ベホイミ。いいですね、ベホイミ。若干なんか覚えるのが早い気もするけど。よいしょよいしょ。清めの水。こっち何もないな。特になさそうやけど、上かな、やっぱり。上やな。上なんかありそうやもんな。駆け出し魔物キラー300匹以上。
そんな倒してるか。ああ、もう見るからに洞窟やん。ここね、さえずりの蜜があるの。わあ、おどろおどろしいな。あ、普通にこの辺行けるね。小さな鱗。おー。ああ、しびれクラゲかわいい。しびれクラゲはかわいいよね。超暴走魔法陣。勇者の舞。仲間全員の攻撃力をかなり上げるスピードスター。いるかなぁ。いらんなぁ。とりあえず普通に戦ってみよう。しびれクラゲはなんか普通に攻撃して。勝てる気がするんやけど、会心の一撃のせいでようわからんかったね。まあ、オッケーです。お、満月草。満月草しびれ直すやつやんね。これなんかある？特になんもないね。どうしよっかなぁ。上から行ってみるか。半時計回り。お、宝箱、ミミックじゃありませんように。わぁ！強そう、暗闇ハーピー。ちょっと使おう。仲間全員の呪文が暴走しやすい。攻撃力を上げる。攻撃力を上げるのを、ベロニカちゃんに使ってもらおうかな、ベロニカちゃんに。違うな。シルビアが使うんか。まあ、これでいっか。で、ベロニカちゃんも攻撃どんどんしていくしかないかな。ちょっと様子を見よう。勇者の舞。攻撃が、まあ、かなり上がりまして、これのおかげでドルマ。わ。やめて。どれぐらい効く ?11。セーニャちゃんで11やもんね。オッケーオッケー。これは、まあ、いけるのでは。で、セーニャちゃんが回復担当になってくれれば、大丈夫だと思うんですが。オッケー。オッケー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 。オッケー。あ、カミュか。え？これもし、釣れてなくても、釣れてるけど、戦いに出てなくてもレベル上がるんやん。それは素晴らしいよ。マリオ RPG システム？ブルーアイ。なんやなんやなんや。じゃああんま気にせんでもいいんか。スライムつむりいっぱいは嫌。戦うつもり満々やったの普通に逃げちゃったよ。磨き絆。これ下でいいんやんな。めっちゃ痺れてるんやけどな、二人。取れたかな？ま、とりあえず、作戦で、このほぼ満タン使っちゃおう。オッケー。あー、めっちゃいろいろ落ちてるの、落ちてるね。一本道なんかな？あ、宝箱。不思議な木の実、オッケー。これは上にあるんか。わー、お化けキノコ、マタンゴ。マタンゴ、4かな？ 4 で見た気もする。あ、もう、なんも、いや、もう、どうせ間違えて選んでまうんやったらなんか逃げれてまう方がよかったら、めっちゃみんな寝てない？大丈夫？起きてくれへん？あー、後ろ二人に、オッケーオッケー。オッケーじゃないけど。とりあえず、じゃあ、ブンタンは、スライムつむりは、基本的に、この群れになってるんで、ギラにしといて、シルビアが、もう普通に攻撃でマタンゴでいっかな。ほんまね、これでベロニカちゃんも、わー、寝ないで、起きて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 。もうシルビアだけやん。MP が足りない、オッケーオッケー。起き、起きた？そう、ベロニカちゃんもギラ使えるし、セーヌちゃんはバギ使えるから、こう攻撃、ね、まとめてできるから、すごい良かったわけなんですが、寝ちゃってますね。ちょっとヒッピーがやばいけど、これ大丈夫？ブンタンでもう回復させるしかないか。ベロニカちゃんの方がやばい。で、シルビアはマタンゴを倒してもらって、このギラーで、そろそろなんかやっつけられへんかな。無理やな。あ、このマタンゴ強ない？なんで？わあ、ブンタン死んじゃった。これでやっつけられると信じて。
これでシルビア攻撃のベロニカちゃん防御のセーニャちゃんが回復。オッケー、まあ、あとはとりあえず攻撃や。いけるいけるいけるよいけるよ、オッケー。目覚めの花。いや、いやむ。あ、ブンタン、ブンタン主人公補正。なんやこいつは。神をね、これな、あのパーティーに入ってもらおうかと思ったら、神のね、あの、なんていうの、活躍を奪っていく感じね。こちらの洞窟の中を流れている川は、ダーハルーネの町の方向、海の方へと続く源流のようですわね。きっと、この洞窟の奥へ進んでいけば、清らかな水が湧いている場所があるはずです。川の流れを辿ってみましょう。あ、そういう感じ？ただ道一本道やで。ね、基本的に一本道。これキャンプ？わー、キャンプする！ありがたい！こんなとこにキャンプがあるんか。ちょっと、うろうろしてみよう。これお祈りできるんやろ？あー、なんかこの辺に旅の商人がおるときあるもんな。ちょっと記録しようかな。まだ時間はいけそうやけど。お祈りを、ちょっとね、分けてます。失敗した時のためにね、録画がね、失敗することも、私どちらかといえばよくある方なんで。ちょっとこの4人とお話ししてみよう。ヤヒムちゃんの声を直せるさえずりの蜜はこの洞窟の清き泉から作れるんだったわね。さえずりの蜜はセーニャちゃんが作ってくれるそうだから、まずは清き泉を目指しましょう。よっ。なんだかこの辺りはジメジメしてるな。俺の髪か、もう心なしかしんなりしてきたぜ。湿気に負けるタイプなんやな。こちらの洞窟の中を流れている川は、ああ、これさっき聞いたよ。これ割れるん。この、樽は割れるやつじゃないね。もう湿っぽい場所は苦手だわ。さっさと新鮮な泉が湧くという清き泉を探しましょう、ブンタン。はい、オッケー。じゃあ、回復して。まだまだ奥に向かいましょう。ボスおるんかな？わ、え？降っとったっけ、雨。降ってへんかったよね。やったー、小さなメダル。音楽止まったから一瞬えってなった。え？あ、飛び降りる感じか。ああ、ここ初めて行くとこやね。これさっき見たとこか。フェアリーステッキ。ちょっと待って、これ装備やん、絶対。誰が装備できるかな？ベロニカちゃん。ができる。あれ？違うか、セーニャちゃんか。ああ、セーニャちゃんやね。ほんほんほん。セーニャのステッキよりも、回復魔力も普通に攻撃も上がる。青銅の槍は攻撃がめちゃ上がる。でもこっちの方がいいね。攻撃魔力とかあるし、あんまり攻撃力がないから、これを装備しよう。オッケーオッケーオッケー。これちゃんと辿れてるね。いや、でもなんか、右もなんかある。こっちだからかな。川の流れを辿っていこうって言われたから。あ、帰り道みたいな感じかな。あー、魔法じじい！魔法じじい！え、なんかピカピカしてるで、左の魔法じじい。どうしたん？ゾーン状態？ダムダの祈りはしとこう。魔法じじいって懐かしいなぁ。魔法じじいって、私、違うな。あれは花魔導か。ドラクエ5でニフラムで花魔導を一気に倒した時にね、セーブデータが消えたっていうすごい苦い思い出が、実はあるんですけれども。それは花魔導やね。で、セーニャちゃんで、あ、こうで、こういう感じね。オッケーオッケーオッケー。で、ブンタンがギラで、攻撃で、ベロニカちゃん無知やし、これでいいかな。はい、ダムダの祈り回復してもらって、わー、ギラ使ってくるか、わー。こっちも使うぞ、それやったら。オッケー。なんか普通の攻撃で倒せそうやな、あとは。オッケーオッケー。そのなんかピカピカしとるやつ先倒そう。なんかやばそうやし。オッケー。じゃあ川の流れをたどっていきましょう。あ、いやーもうなんかおるやん、ちょっと。おるやん、ほぼ満タンにしといて。え、ちょっと。
あーバレた。え、そういう感じでなんか喋ってくれるの？何これ、シーゴーレム、海のゴーレム。どうしよっかな。とりあえずこいつら群れやから、ラリホー敵一体、あ、ニューラム絶対無理やんこんなやつ。ちょ、潔く戦おう。イオは敵、あ、イオ敵全体か。でもギラにするかな、とりあえず。で、シルビアが、ブンタの攻撃上げてもらって、ここどうしようかな。ルカにこれで、魔法トーン、マヌーサちょっとかけてみる、聞く、聞かなかった、包まれた。お、 B は大丈夫ね。で、バイオシンはまあ聞くとして、シルビアのゾーンが切れて、ギラはどれぐらい聞く、23。で、向こうがどういう攻撃をしてくるか。あ、通常攻撃か。やけど、かなり攻撃力が高いんで、とりあえ、あ、間違えた、間違えた。とりあえず、ギラはしといて、シルビアの、シルビアも、攻撃とりあえずするかな。いやー、でも、なんか、あ、上薬草ちょっとセーニャちゃんに使っといて、普通の薬草持ってた、そういえば。しゃあない、上薬草使おう。で、ベロニカに、スカラとか使いたいな、スクルト。とりあえず守備力下げる。攻撃に回るか。で、セーニャちゃんがスカラ覚えてるよね。とりあえず、一人ずつかけていくか。でも自分らちょっと守った方がいいよね。ヒピー低めやし。仁王立ち、ああ、そういうやつね。あったね、仁王立ちしてる人のところに攻撃集中する感じになるよね。まあ、とりあえずギラーしといて、ああ、それも受けてくれるんか。いいやん、いいやん。とりあえずセーニャちゃんが、うん、オッケーオッケーオッケー。で、戦うブンタン、まあギラーで、シルビアがさっき条約層を使ってたか、まあ、攻撃してみましょう。ベロニカちゃん、ギラの、セーニャちゃんがスカラで、一回ブンタン、いや、ベロニカちゃんにしとくか。うん。オッケー。まあ、A はまだ、A がとりあえずさっき倒れてくれんと困るからな。わあ、ブンタンやばいよ。ゾーン。ゾーンはいいんですが、ブンタンホイミしとき、自分を。で、シルビア攻撃、ベロニカちゃん、ギラの、セーニャちゃんがスカラ、とりあえずブンタンで、うん、間に合った、オッケーオッケー。で、あとシルビアだけ、なになになに、水柱、後ろの二人はなんで大丈夫な、その魔法大丈夫、うわー、ブンタン、ブンタン、シルビア攻撃で、ベロニカちゃんが、イオ覚えてるんか。ギラーで、あとはスカラをシルビアにかければいいけど、あ、オッケーオッケーオッケオッケーオッケー。あと攻撃でちょっと、セーニャちゃんの、ベホイミがあったはず。オッケー。これでブンタン回復して、なんか呪文耐性戻ってもたな。オッケー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 。これでみんなでとりあえず攻撃してれば早いうちに、多分、オッケー！よし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 。よし、ベロニカレベルアップと、ボミオス。あいつボスでいいんかな？え、これ関係ある？ここ？あ、ここが清いね。オッケー。色ちゃうもんね。まあ、綺麗な湧き水。ここの水ならきっと最高級のさえずりの水が作れますわね。イエーイ。セーニャは清き水の泉を、清き泉の水をすくい、薬と調合してさえずりの蜜を作った。できましたわ、ブンタン様。さあ、早くダーハダーネの町に戻って、あの子に渡してあげましょう。
よし。そこのちょっと右上気になるんやけどな。宝があるよね、あるよね。じわじわヒットポイントが削られてるけど、まあもう出れるやろ、そろそろ。海の男コンテストも始まる頃よね。お、いいやん、いいやん、いいやん。始まるんやん。グリーンアイ。こっちは？なんかある？え、なにこれ？え、なんかロープ引っ掛けるとこ。あ、あ、な、戻ってきたやん。じゃあ、ブンタンがリレミと使えるんで使いまして、左上なんかあるね。ほこらか。ルーラで、じゃあ、ハルーネに戻って、じゃあ、とりあえず、時間もいいところ。いいところなんですけどね。まあ、ちょっと見ない間に、街はすっかりコンテストの雰囲気ですわね。ブンタン様、ほら、ご覧ください。ということで、まあ、このあたりで終了したいと思います。ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でしたー。